ピロー取りでの戦い、ピロー取りでの戦い、ピロー取りでの戦い、また特に北部ではピロー取りで虐殺、ピロー取りで虐殺は南北戦争中の1864年4月12日にテネシー州ヘニングのミシシッピ川沿いピローで行われた戦闘である。この戦闘では降伏したアフリカ系アメリカ人の部隊に対する虐殺が 南軍令山ベッドフォードフォレスト少将によって遂行されたのか、あるいは見過ごされたのかについて大きな議論を呼んだ。軍事歴史家のデイビッド・ジェイ・アイヒャーは、ピロートリではアメリカの軍事史の中で最も暗く悲しい出来事の一つとなったと結論付けた。ピロートリでは、テネシー州メンフィスの40マイル北にあり、1862年初期に、 ギデオン・ジョンソン・ピロ将軍が建設し南北戦争の両軍が使用していた。ニューマドリードとアイランドナンバー10が北軍に陥落した時の1862年6月4日に、南軍が他の部隊から孤立しないために砦を放棄した。北軍は6月6日に砦を占領し、メンフィスへの川からの接近に対して守るために使った。取は高い崖の上にあり、 半円状に配置された三本の残豪線で守られ、奥行き四フィート、高さ六内市八フィートの橋壁には周りに溝が掘られていた。戦闘中、厚い橋壁はその上に登らなければ接近する。敵兵に発砲できず、上にいれば敵の銃火の標的にされたために、実際には不利であることが分かった。同様に砦出に六門にあった大砲は、 敵が接近してしまうと砲弾を撃ち込むことが難しいことも分かった。ジェームズ・マーシャル艦長が指揮する北軍の砲艦アセス、ニューエラも防衛のために使うことできた。1864年3月16日、フォレストは7000名の騎兵を率いて、西テネシーとケンタッキー州への1ヶ月にわたる騎兵襲撃を発した。その目的は北軍の捕虜や物資を捕獲し、 メンフィスの北にある、ケンタッキー州、パデューカの全焼基地と砦を破壊する、ことだった。フォレストの騎兵軍団は、西テネシー及び北ミシシッピ騎兵方面軍とも呼び、ジェームズ・ R ・チャルマーズ准将、ロバート・ V ・リチャードソン准将と、ロバート・ M ・マカロック大佐の旅団及びエイブラハム・ビュフォード准将、タイリー・ H ・ベル大佐と AP ・トンソン大佐の旅団が、率いる2個師団で構成された。 この遠征の中で二つの重要な戦闘があり、その最初のものは3月25日のパデューカの戦いで、フォレスト部隊がパデューカの町とその軍事物資にかなりの被害を与えた。3月後半と4月初旬にはこの地域で数多くの小戦闘が起こった。フォレストは補給物資を必要としており、約1500内し2500名の騎兵を伴って、ピロートリデに進む作戦を立てた。 フォレストは、ビュフードに任せた配下の一部を再度パデューカを攻撃するために派遣していた。フォレストは4月4日に、ピロートリデには500内市600名の北軍兵がおり、我々が欲しい馬や物資を持っているので、1日か2日で形をつけて来ようと記していた。ピロートリデの守備隊は、約600名であり、アフリカ系アメリカ人と白人がほぼ同数だった。黒人兵は、 第2アメリカ有色人種刑法兵隊と第6アメリカ有色人種重砲兵隊に所属し、全体指揮はライオネル・エイチブース・少佐が取った。多くは元奴隷であり、南軍に対して敗北すればよくても即座に奴隷の身分に戻るという帰結を理解していた。白人兵は、ウィリアム・カイ・ブラッドフォード・少佐が指揮する西テネシーの北軍連隊、 第13テネシー騎兵隊の大半が新兵だった。フォレストは4月12日午前10時にピロートリデに到着した。この時までにチャルマーズはすでにトリデを囲んでいた。流れ玉がフォレストの馬を直撃して、フォレストを投げ出させて負傷させ、不愉快な思いにさせた。これはフォレストがその日失った3頭の馬のうち最初のものだった。 フォレストは砦を見下ろす高台に狙撃兵を配置し、守備隊の多くの者に直接銃弾を見回せた。ブース少佐が狙撃兵の弾を胸に受けて戦死し、ブラッドフォードが指揮を引き継いだ。午前11時までに南軍は砦の南端から約150ヤードにある兵舎2列を占領した。北軍兵は南軍がそれらを占領する前に破壊しておくことに失敗し、 守備隊はそこから殺人的な銃火を浴びることになった。ライフル銃と大砲の発砲が午後三時半まで続いた。フォレストは、私は今、機軍の無条件降伏を要求する。同時に、あなたたちは、戦争捕虜として扱われることを保証する。私は新たに弾薬を手に入れ、あなたたちの取り出を襲撃でダッシュもできる。もしそうする必要があるならば、あなたたちは、 結果を受け入れなければならない。と書いたメモを取り出に送って、降伏を要求した。ブラッドフォードは南軍がブースの戦死したことを知っていないことを願っていたので、自分の名前を隠し、熟考のために1時間を要請した。フォレストは、川から援軍が間もなく到着するものと考え、20分しか与えないと返事し、その時間が過ぎて、取り出が降伏しなければ、 私が襲撃すると言った。ブラッドフォードの最終回答は、私は降伏しないだった。フォレストはそのラッパ種に突撃ラッパを吹くよう命じた。南軍の襲撃は猛烈だった。狙撃兵が砦に向かって、その発砲を続ける一方で、最初の一派は溝に入って立ち、第二派がその背中を踏み台に使った。この第二派が、強壁に登ると、第一派の者たちが、 どもりの出っ張りをよじ登るのを助けた。この皇帝がすべて卒なく進行し、狙撃兵や側面支援からの重火を除いてほとんど発砲もなかった。そのニューエラに対する発砲によって、砲艦の水兵たちに訪問を閉じ砲撃を控えるようにさせた。狙撃兵たちが発砲を控えるよう合図を受けた時に、出っ張りの上の兵士たちがどもりを乗り越え、 ここで初めて砦の中に密集した兵士に発砲した。守備隊は短時間戦ったがすぐに崩れ、崖の麓にある上陸点に向かって我先に走り始めた。そこでは、砲艦が武道団や三段を放って撤退を援護してくれると告げられていた。しかし奉還はその訪問が閉じられていたために一発も放たなかった。もし発砲していれば、 おそらく北軍は南軍よりも多くの死傷者を出していたことであろう。逃げていく兵士たちは後方と側面の両方からまた方向に向かって発砲していた兵士たちからの銃撃を受けた多くの者が撃ち倒された。川に到着したものも水中で溺れるか崖上の居から狙い撃ちにされた。その後の午後4時から夕暮れまでに起こったことについて矛盾する。 報告書が議論の種になった。北軍の資料では、北軍兵が降伏してもフォレスト隊は彼らを冷血に虐殺したと主張した。生き残った守備兵は、その大半が降伏し武器を投げ出したが、攻撃隊に銃で撃たれるか銃剣で刺されるだけであり、その攻撃隊は、容赦するな。容赦するな。と叫んでいたと言った。アメリカが衆国議会。 両院合同戦争遂行委員会は即座にこの事件を調査し、南軍は守備隊が降伏した後もその大半を銃撃したと結論を出した。アルバート・キャステイルによる2002年の研究では、ピロートリデが抵抗を止めるかあるいは抵抗できなくなった後も無差別に虐殺されたと結論付けた。これは第6アメリカ有色人種重砲兵隊のダニエル・バンホーン中尉が その公式報告書で、取り出の降伏はなかった。士官も兵士も、降伏や慈悲を求めることを決してしないと宣言していたと述べたとで議論となった。一方、フォレストの兵士たちは、北軍が逃亡していたけれども、その武器を携行し、しばしば振り返って銃撃したので、南軍兵は、自己防衛のために射撃を続けざるを得なかったと主張した。 北軍の軍旗は依然として、鳥の上に翻っており、そのことはその部隊が正式には降伏していなかった、ことを示していた。当時の新聞に載ったテネシー州ジャクソンのものの、証言は、ホレスト将軍が彼らに降伏を懇願したが、降伏の最初の合図も与えられていなかったとしていた。同様な証言が、当時の多くの南部と北部双方の新聞に掲載された。 南軍の損失は、比較的少なく、戦死14名、負傷86名、北軍の損失は多かった。取り出にいた585名、内死605名のうち、277名、内死297名が戦死したと報告された。兵士の人種が損失に影響したことは明らかである。守備隊の黒人兵のうち、わずか58名。 約20%が捕虜になったのに対し白人の捕虜は168名、ほぼ60%だった。銃撃された捕虜のすべてが黒人ではなかった。ブラッドフォード少佐は明らかに降伏後に撃たれたものの中に入っていた。しかし、南軍兵は黒人が自分たちと戦い、当初は降伏をためらった黒人兵の多くが北軍の制服を着て降伏したとしても、 殺されるだけだと考えたと考えたことに対する、その怒りがこの悲劇を生んだ。南軍はその夜に、ピロー取り出から立ち退いたので、北軍の作戦を一時的に混乱させたこと以外、大しているものはなかった。ピロー取り出虐殺は、その後北軍の時の声に使われ、戦争を最後まで遂行する決意を固めさせた。ピロー取り出の後で、 エイブラハムリンカーン大統領は南軍に捕獲した北軍の黒人兵をたとえ逃亡奴隷であったとしても戦争捕虜として待遇するよう要求した。この要求は拒否された。その結果、捕虜交換が止められた。ピロートリベは現在州立公園の中で保存されており、1974年に国立歴史史跡に登録された。1997年。 アメリカの動画、セーバー側の最後の抵抗、エルモア・レナードの小説に基づくでは、ピロートリデの南軍脱走兵である人物、トム・セレック・エンギが登場する。この人物は合衆国南西部の故郷に帰り、この出来事を殺人として言及している。2006年、ハリー・タートル・ダブは、その多くのもう一つの歴史小説とは対照的に、 この戦闘と虐殺についての歴史小説、ピロートリデを出版した。そのもう一つの歴史小説、南部の銃では、ピロートリデの出来事が、小説の創造された時系列の中で虐殺として、言及されている。フランクヤアビーは、その1946年の小説、ハーローの狐たちで虐殺に、捨て簡単に触れている。楽しく、ご覧になりましたら、高読と良いです。 クリックしてください。